ハイサイひなのとのひなのです。ひなののパパです。今日はコイン貫通マジックをやります。ダイソーには貫通マジックとしてこの2つの商品がありました。以前この右側の上のコインが貫通するというので、ビットコインを貫通させました。いきますよ。せーの。え？はい、貫通しました。こういうマジックをやりました。これはインパクトが大きくて、もう本当におすすめのマジックだよね。すごい面白い。これはおすすめします。これはおすすめです。今日やるマジックはこれ。そう、今日はこの左側のコインが通り抜けるっていうのをやります。はい。お皿と瓶を使います。このお皿に500円と100円があります。500円をこのカップに残します。で、これ、ね、お皿にかぶせます。いきますよ。貫通しました。は？ほら、100円玉入ったよ。お、さっきどうしてやったの？あ、わかった。ん？あの、いい、ちょっといい。いいよ。種みたいなの言っていい？うん。まずこうするさ、それをこうやってうんってさ、したふりしてこうやってしてからさ、そのあの500円玉の下にあるさ100円玉にしたんじゃん。そうかな。そう思うよね。怪しいよね。ここにまず500円玉が残ってるっていう自体が怪しいよね。なんかほら、ちょっと浮いてるから。そうそう。あ、そうでしょ。そう、誰でもそう思うよね。そうでしょ。それが種かどうかは分からんよ。でもなんかこのマジックは500円玉をここに置いとかんとできないマジックっていうのは確かだから。え、だけどなんでパパさ100円玉2枚持ってるの？たまたまじゃないの？いや、嘘です。いやいや、なんかここに500円玉があるっていうことで、なんかお客さんが今ひなのが思ったように、なんでここに500円置いてるのって怪しむよね。500円玉の下に置いたと思う。いやいや、それは何とも言えません。ちょっとね、そうやって怪しいっていうのがこのマジックの弱点で、あんまりおすすめできんなって思ったんだけど、いろいろ考えよったら、改造したら使えるマジックになるんじゃないと思って、今回改造してみます。じゃあ改造しました。改造したの早くない？改造したよ。このお皿をまた使います。で、布を用意しました。布なら何でもいいです。ちょっと布がなかったんで、この100均に売ってる布を普通にハサミで切っただけです。これでこのさっきと同じマジックをやってみます。じゃあこの赤い布をこの上に置きます。で、瓶を置きます。もう切れてるけど。で、この500円玉いくよ。500円玉を上から貫通させます。ほら、あ、今の何？ほら、貫通しました。本当に落ちた。え、今のは怪しくないでしょ？怪しくない。この僕が作った種だけちょっと教えます。わかるよ。もともとのそのお皿の種は教えないけどさ、あれ、種はこれ、布なら何でもいいんだけど、ちょっと赤色の布しかなかったんで赤色でしました。で、こうやって穴を開けてます。それは最初からわかります。で、実はこの赤い布の下に500円を隠していました。は？そう。で、この上にこう置きますね。置きました。はい、置きました。で、あとは何らかの装置が働いてコインがピュッて上に上がってくる。上？そう。だからなんか100円玉みたいなの持ってたんだ。そう。すごい。この布があるだけで、なんかさっきはなんか500円玉が不自然にこの皿の上にあったけど、そういう不自然に置いとく必要がないからさ、これやったらあんまり怪しくないよね。でも今回のこのコインが通り抜けるっていうマジックは、そのまま何も改造しないで使ったらちょっとあんまりおすすめできないね。で、この布にね、
もともと黒い布が貼ってんだからさ、黒い布で同じような仕掛けを作ればもう本当にバレにくいしいいと思います。そしたらこのマジックもおすすめできるマジックです。はい、ぜひ皆さんも買ってちょっと改造してみてください。バイバーイ。思いっきり貫通しろって思わんと。ほら貫通した。え見せて中。違う違う違う、ほら貫通しました。えなんで、ね、思ってるよ。え押したらポってなるって。バレた。これ面白いでしょ。こうやって改造したらめっちゃおもろいよ、ね、やってみたら面白い。面白いでしょ。これは買う価値あります。ほらあ、500円玉より100円玉の方がいいかもしれない。あ、最初からへこんでるから、これ結構むずいと思う。ひなノートまた見てね。チャンネル登録よろしくね。